皆さんこんにちは、チキンチャンネルの藤田です。僕はですね、今東京都江戸川区にある、小岩菖蒲園に来ています。でね、ここの菖蒲はまだね、まあ三分咲きぐらいなんですけれども、次のね6月4日土曜日にね、ここでお散歩企画、まあお散歩というかね、ピクニック企画をやりたいと思います。時間はですね、午前11時から、午後2時ぐらいを目安に、行いたいと思います。ここはね、広場もだいぶ広いんで、レジャーシートとかね持っていただいて、でね、ピクニックしましょう。ピクニック、江戸川区のね、この江戸川の河川敷は、ここはバーベキューはねできないんですけれども、ね、お弁当、サンドイッチとかおにぎり持ち込んで食べる分は OK だと思いますので、ね、ニワトリたちとぜひね、ピクニックをしませんかというお知らせです。はい、ただね、一つ心配なのがお天気なんですよね。まあ、もうすぐ6月ということもありまして、まあ、今年の春はねすごい雨が多いですよね。今日もちょっとね曇ってますけれども、ここね屋根がないんですよ。この菖蒲園の中にはね、こういう雨を避けれそうなね建物がいっぱいあるんですけれども、実はこれすだれみたいなのをかぶせてあるだけで、全然雨よけにはならないんですよね。はい、ですからね、まあ雨天の時は中止になるんですけれども、前日のね6月3日金曜日にはね開催できるかどうか判断したいと思いますので、もしね中止の場合はお知らせでね、投稿のお知らせでご連絡したいと思いますので、ご確認の方をねよろしくお願いします。ここはね河川敷沿いに無料のね駐車場があります。でその右側、すぐね近くに、京成本線の駅がありますので、もう歩いてすぐなんで5分かからないと思います。アクセスはいいんですけれども、なんせね屋根がないので、あの場合はすいませんということでよろしくお願いします。はい、あとね1個言うの忘れてました。モギーがね来れると思うんで、モギーに会いたい方もね、ぜひね来てください。ふーちゃんね、ちょっと卵がね産みたいみたいなんで、そろそろ帰ろうと思うんですけれども、6月4日ぐらいにはねもうちょっと咲いてるかな。小さいお子さん連れて来られる方はここねおたまじゃくしがいっぱいいますんで、小さい網とね、バケツか、まあ、プラスチックの容器なんか持ってきたらね楽しめるかもしれないですね。それではね皆さん、6月4日ここでお会いできることをね楽しみにしてますので、雨がね降らないことを祈りましょう。ではまたよろしくお願いします。